こんにちは、そしてこんばんは春木堂の大旦那ですもうめっきり暖かくなってきました春、本当にたくさんの花がありますけどもその中でも私の好きな花としてガーベラがありますガーベラはアフリカ、特に南アフリカの方から入ってきたと言われている花ですとっても色が綺麗ですし部屋に飾っていうことは華やかになりますね私も大好きです これをいいいてみたいと思います。これを書くにあたって最初に少し注意したい点がありますので最初にそのことを説明してそして制作に入っていきたいと思いますどうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいまずガーベラのような花を描く時の考え方はお皿を描く。 というふうふに考えてくださいまあ正面から見るとこういうまん丸になりますけどもこれをちょっと斜め横から書くときはお皿のような形があってそして少しへこんでいるお皿がへこんでいるというふうに考えてください。 そして真ん中がありますねここから放射状に花びらの形を入れていってあげますそして少し ここがふ裏が膨れますね。ですから、書くときはお皿。お皿があって少し凹んでいると考えてください。そしてここが真ん中です。これに対して。放射線放射状に花びらが広がっていきます。 そして植物には中心線というものが必ず存在します。この場合の鼻の方向はこうですね。鼻の方向の中心線はこうです。ですからここの首の付け根は一旦こうまっすぐになってここからこう曲がります。すぐに。 こんな風には曲がりません一旦こう伸びてからこう曲がりますこれが中心線に対してこのように直角になる形になりますここの中心線の考え方を、えー、はっきりとさせてあげてくださいそして 全体の構図を考えるときについついやりがちなのが正面ばかりの花を描いてしまうっていう人が意外と多いです正面ばかりの花を描くのではなく正面そして横斜め横できれば裏側も見せる そういう組み合わせを作ることによって花だけでも立体感が本当に面白いほど出ます。まあここでは二つを正面にしてみましょう。しかし一個は斜め横にしてあげましょう。まあ一個と言わずもう一つ斜め横にしましょう。こういう,う、こういうふうな形で 組み合わせを、絵を構成していくならば花が一番きれいに見えるのはやはり斜め横ですからねできれば斜め,横の斜め横の構図を入れてあげてほしいですね。 例えばここは裏が見えているということにしましょうかね。こういうふうに書くことによって全部を正面に書くと、ね、あまりにも平坦になりますけども正面斜め横あそうですね横の横の花も入れておきましょう。 真横っていうのもいいですねこうすることによって花だけで十分立体感を出すことができますですからこのように構図を決めるときは正面横真横斜め横できれば後ろこういう姿を 組み合わせててあげてください。そうするとこの花だけで立体感を表現することが十分にできますこういう点を気をつけて全体の構成を考えてみてみください。今回は花を細かく描き込んでマスキングすることにしました。 なぜかと言いますと後ろ、バッををでですすね一気に色をつけたいからですちょっとマスキングやはりどうしてもこの水彩用紙の画面を少し荒らしてしまうのでちょっと工夫をしてみたんですけど紙を貼り付けてその端っこをマスキングで埋めていくという形をとってみたんですけども。 これがまあ考えているほどうまくいきませんでしたのでもう直接塗ることにしました水対対マスキング液を1 0.5ぐらいい混ぜててて少し薄めて塗っています。そうすると少しだけ画面に対するストレスがなくなりますのでそのようにしていますそして少し青い色をつけて分かりやすくしています この透明のガラスの、えー、花瓶のところの反射のところですね光の反射のところにもマスキングをつけますこの花瓶は実はワインを入れるデキャンタを使いました家にあったのでそれを使ってみましたここからバッグを塗っていきますまず全体を一気に水で濡らして湿らせて 色を流し込んでいきますマスキングを使うとこれが一気にできるのでとても楽です今回もそういういい意味でマスキングを使いましたそしてこの全体の色をこれ行き当たりばったりでやっているのではなくだいたい構造ですねイメージをはっきりさせてからどこに何色を置くというふうに行ってください。 そしてしっかり乾かしてからマスキングを剥がしていきますマスキングはこのラバーゴムでで剥がしていいくと取りやすいです普通の消しゴムでもできるんですけどもこのラバーゴムがあれば、えー、より簡単に外せます そしてこのデキャンターのところの光の反射もこれ大事ですね。これも外していきます。本体の下塗りをします。ここから本体全体的にですね、まず色基本的な色をつけていきます。このガーベラに関しては三種類 色いや四種類かな、うん、ありますこのピンク同士でも微妙にそのピンクの度合いが違いますそれを気にしながら濃淡によってまた赤の種類を何を混ぜるかによって色を変えていきます私はこのピンク系はオペラ をよく使いますこれがなかなか綺麗な発色をしますのでオペラに対して何を混ぜるかっていうふうに色を決めていきます。ポイントになりますのでこのピンクのメインの花と対照的に赤い色を向こう側に置きました。そしてこのデッキャンタの中のガラス瓶の中の茎ですね。 これも基本的な色をつけていきますここで注意していただきたいのは水の中と水の上ですね上によって色の感じが少し変わります色の感じも大切なんですけれどもまずこの茎の太さが変わるというのを覚えておいてくださいやはり水の中に茎が入ると虫眼鏡 えー、レンズですねレンズの作用で太く見えますこれを下書きの段階できっちり表現しておいてくださいそしてこの水の区切れ目区切れ目もとても大切です上と下の世界を分けますここから書き込んでいきますここから書き込みに入っていきますこののガーベラの 花びらは結構淡い色ですので何を描き込むかというと花びら一枚一枚の影を描き込むことになりますこの影を丁寧に描き込むことによって立体感リアル感を出しますこの影なんですけども今ピンクとグリーンを混ぜた えのが分かりましたかね、えー、ちょっと前に戻っていただくと分かると思うんですけどもこの花の影花びらの影を描くときに花び,の花びらの色を濃くしても影,影っぽくなりにくい場合がありますその時は補色の色を足すということを覚えておいてください補色の色を足すことによって、えー、きれいな 影ですねグレーに近いマッチングした色を作ることができますので補色を足していくということを考えてください。そしてこの斜め横に見えている方の花びらを描き込んでいきます。この斜め横から見える花というのはこう特に手前に伸びてくる花びら。 に皆さん、えー、戸惑うと思いますどうしてこの手前に来る花びらを描いたらいいのだろうかと迷ってしまいますねそれはなぜかと言いますと脳が立体を平面に置き換える時に宿泊しているからです脳が、えー、混乱してしまっているということです別にあなたの才能やそうしたものが関係しているわけではありません ですからそういうふうに非常に手前に来ているものが書きにくいと思う時は写真を必ず併用してみてください。写真はもう平面になっているわけですからあこういうふうに表現すればいいのかというのが非常に分かりやすいです。脳が3次元を2次元に転換する時にパニックになってしまうわけですね。 それで描きにくく感じます。こちらも花びら1枚1枚の影を丁寧に入れていくことによって、リアル感を出すことができます。そしてここであの赤い花、もう一段階濃い色をつけます。このメインのピンクも右から光が当たっているわけですから、その影に当たる部分をもう少し濃くしていきます。 そうすることによって、しっかりと存在感を出すことができます。この透明なガラス瓶を詳しく描く部分を省略しています。時間の関係で、また別の動画にしたいと思います。葉っぱを加えます。このガーベラは、花はとても華やかでいいんですけども、葉っぱ 葉っぱがいわゆるロゼッタ状えつまり地面から直接放射状に生えて、えー、ペタンとするという生え方をしますですからこのカビに入れにくいんですね、えー、ですから花だけを飾ったり花だけ売ってたりしますでもどうしても葉っぱが欲しいので 私はこのような状態で机の横に葉っぱを1枚置いているっていう風な設定で葉っぱをいつも付け足しますそしてこの葉っぱの葉脈ですね真ん中の葉脈の白いところを水抜きします水抜きっていうのは絵の具の混ざっていないきれいな水を 筆で塗りつけて、そして絵の具を溶かしてティッシュで拭き取るという作業です。ここで白い線を細い筆で水抜きで表現しています。そしてその葉脈の白いところが少しだけ凹んでいますので、影が出ている部分を足していきます。葉っぱ全体の影も足しています。 よく乾かしてはい、これで葉っぱが完成しましたえそして、えー、この左上ですね、えー、背景の色が少し薄かったのでどうしてもこの葉っぱとのバランスをとりたいので、えー、左上の方に色を濃く流し込みましたそして最終的に各部分引き締める濃い影やラインを入れて 全体の存在感をしっかりと引き締めていきますそうすることによってはい完成しましたうまく出来上がりましたおままけ、マットにはめて一工夫します。完成しましたのでまずサインを入れたいと思います、えー、そして見ていただきたいのがこのマットにはみ出している葉っぱの 付け根ですね。これをちょっと見てくださいはいこの葉っぱの下の方を少しだけ飛び出すことによって不思議な立体感を表現していますそして左上には「テントウムシ」を描きました画面全体を楽しく見ていただくためです いかがだったでしょうか参考になったと思われる方はぜひチャンネル登録しておいてくださいそしてベルマークも一番上のポチッとしておいてください次の動画を出した時に連絡がいくようになります登録は無料ですのでご安心くださいではまた次の動画でお会いできますように健やかにお過ごしください春木道大旦那でした